あったっけ。おめたつ豆寺が高ナスだよ。朝はっこい。今日だよ、そこ。暗くて映ってねえかもすんね、どうも。台所風だったところ。その手前のいろいろ物を置いてるけど、物を減れば、おぐさ流しが2つあると。なんか使ってらった食器とか、湯飲みとか、そういうのもあるから、まあ、とりあえず物全部寄せえの、ちょっと悩んでる。片付けで壁張って、ある程度掃除して、棚付けで、まあ、まだ片付けと棚棚だな。今日はまあ平日、今仕事終わりで、今はまあ大体6時前後なんですが、どこまでできるかな。そろそろな、ここばらして出た廃材、あと元からあった木、結構少なくなってきてるんで、だましだまし。まあ物が足りねえと思うけど、足りる分で棚作って、そっちの方さ、ごちゃっと置いてあるものを、こことこっちの棚さ、湯を打ち込めでや。そんな予定。前回の動画で概要欄さ、ちらっと書いてあったんだけど、アメリカン風ガレージとか、ロムハウス風とか、杉なのよ。まあ男の憧れ的なね。でも、今はまず、あまりこれをかけないようにして、とりあえずあるもので、いろいろ作って、どこまでできるかなと。で、その後に、足りねえもの買い足して、そっちの方向さ、向いていけばいいんじゃね的な、そんな動画、やっていきましょう。完了。まあこうやって見ればいいのかな。長さ100って見れば、まあところどころ流しだったからが、油汚れでシミ見たくなったり。だからここ水道がもうやっつけてるんで、まあここで水道は使わんと。ということで、まずこの流し戸、棚戸、邪魔だから取っ払ってどうかなと。やってみましょう。まあこんな感じなんですけど、シロアリがすごい。まあ今時期的にシロアリはいないんですが、まあこの柱も取って、なんなら床もはぎでなぐらいの。そうすれば土間、まあやってみるか。今日はバッテリーねえし、時間も時間なんで終了。とりあえず片付けてみたけど、こんな感じになってます。めぐってみねばわかんねえけど、下は土間だと思う。こっちが最初に建ってらった建物で、この外壁からこっちは後で増築した建物なので、多分こっちとかと一緒でコンクリートになってるから、床も入っちゃう。ほんで、シロアリにやられてる柱。あれも多分、取って大丈夫なやつ。まあ、取って大丈夫ねえば、新しい柱を入れて、またちょっと補強し直し、みたいな感じかな。で、内側も補強終わったら壁張って、で、そこさ、棚作ってかな。やってみればわかんね。やる、とりあえず。バラしたんですけども、下土間じゃねえ、数字だ。まあなんとかなるべ。やっちゃったからもうバラしていきます。腹減った。
まずこんなもんでしょう。こっから大変だな。湯がうだねるべな。清志がコンクリートを鳴らすが、その前にもう今週末から雪マークだから、まずそっち仮に囲いやって、でねば結構いいものが入ってくるわけだ。野良猫とかコウモリとか結構来客が来るので、まあそれ対策、雪対策。ほんでとりあえず雪の具合を見て、外やったり長やったりして鳴らして、ここがだいたい片付いたら棚、結局いつから片付けやるのっていう話なんだけど、やばいな、絶対年内は無理だ。まあちょっとまだ少し時間はあるので、少し片付けして、まあ明日まだちょっとした作業して、そんなとこかな。うん、腹減った、帰る。ヘバナ